シーソーゲーム、勇敢な恋の歌、トゥモローネバーノーズ、花火など数多くの名曲を世に生んだミスターチルドレン。同バンドはギターボーカルの桜井和俊、ギターの田原健一、ベースの中川圭介、ドラムの鈴木秀也の4人組バンドだ。高校時代、桜井は軽音部に所属しており、ギターの田原、ベースの中川と共にビートニックというバンド名でバンド活動を行っていた。メンバーは頻繁に入れ替わっていたが、この3人は変わらずに地道に活動を続け、時にはオリジナル曲を作り、音楽コンクールに挑戦したりもしていた。1987年にはバンド名をザ・ウォールズに変更。そして1988年にドラムの鈴木が加入し、現在のメンバーが揃う。その後、1989年にはミスターチルドレンへとバンド名を変更。これは4人全員でファミレスで話し合い、好きなバンドのアルバム名や写真集にチルドレンが含まれていたこと、また言葉の響きの良さを踏まえ、チルドレンはバンド名に入れることにした。とはいえ、大人になってもチルドレンというのはちょっとと感じた彼らは、あえて反対の意味を示すミスターをつけた。そうしてミスターチルドレンが生まれた。改名後は関東でライブ活動をスタート。ライブハウス渋谷ラママや新宿ロフトでよくライブを行っていた。そして1992年ミニアルバムエブリシングでメジャーデビューを果たす。何より大切なものを意味するエブリシングは、桜井の本作を聴いた人の大切な一枚になってほしいという願いが含まれている。当時はまだバンドの知名度が低く、エブリシングの人気ランキングは25位という結果だった。しかしその後、1993年にリリースしたフォースシングル、クロスロードがロングヒット。また翌年にはシングル、イノセントワールドがオリコン1位を獲得し、この曲でミスチルの名は広く世に知れ渡った。その後もシングル、トゥモローネバーノーズや名もなき歌がダブルミリオンヒット。中でも名もなき歌の初動売り上げは約120万枚と、オリコン歴代1位の記録を塗り替えるほどの大ヒットであった。その後もアルバム、アトミックハート、ボレロがトリプルミリオンとなり、日に日にミスチルの勢いは増していく。ところがミスターチルドレンは1997年に活動休止を宣言する。実はこの頃、桜井は私生活と音楽面において大きな悩みを抱えていた。そのような状況の中で生まれたアルバム深海は、これまでの作品とは大きく異なり、ダークな曲調が目立つものとなっていた。活動休止直前には、ミスチルを続けるかどうかはわからない、ミスチルのことを考える余裕はないとも語っており、ファンの間では解散説も飛び交っていた。しかしその翌年、シングル西へ東へをリリース、さらにシングル終わりなき旅もリリースし、音楽活動を本格的に再開していく。その後もシングル光の差す方へ、口笛、ノットファウンドなどをリリースし大ヒット。ミスターチルドレンはかつて以上の勢いを取り戻していた。桜井は当時を振り返って、ファンに向けてというより自分たちの音楽を確立したいという危機感に近い気持ちがあったと語っている。その後もサイン、ほうき星、しるしなど名曲を次々と生み出し、サインではイノセントワールドに続き2度目の日本レコード大賞を受賞。その後もシングル花火、光のアトリエ、ひまわりはヒットし、いつの間にかミスチルは1990年代、2000年代、2010年代の全ての年代においてヒット曲を安定して世に出し続ける不動の存在となっていた。現在も彼らが生み出すサウンドと深い歌詞、その歌声は多くの人を魅了している。今や知らない人はいないほど長い間ファンに愛され続けているミスターチルドレン。彼らの活躍は今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。